Okay, ready? Here we go!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  Alright! おはようございますって、どっひゃー、大雨やないかーい。なんと6日目にして、ついに大雨となってしまいました。気温は25度、めっちゃ過ごしやすい。さあ、ずーっとね、35度の毎日が続きましたけども、ついにね、台風7号の、影響で、東北地方も一気に雨模様となってしまいました。さあ、今日は移動日です。ちょっとさあ、おのおのが準備をしております朝ですけども、こんなのんびりな朝しちゃったの初めてだね。今日は青森6日目ですが、ついに4日間お世話になりました、この RV パーク橋上ともお別れの日です。さあ、母ちゃんが作ってくれました。今日の朝ごはんはてってれー。何これ？イワシと塩昆布の炊き込みご飯。ゴージャスー。そして、ガチドラゴンボールオタクの娘は T シャツもカメハウスです。iPhone も17号です。てってれー。いただきまーす。なんか、よしやお。RV パーク、橋上。大変お世話になりました、4日間。それではね、出発したいと思いまーす。さあ、本日のルート、青森県八戸市からですね、岩手県の八幡平下倉スキー場のすぐ近くですね、はい、まで、下道で向かう予定をしております。ものすごい雨とものすごい風なので、安全運転で行きますよ、妻。はい、気をつけて行きましょう。今日は大移動の日、行くぞ。あー、俺たちの車中泊の旅、これまでもね、10日から2週間とかっていう長期間の旅をしてきたでしょ、うん、その中で今回5日間一つの場所に滞在するっていう、まあ、新しい試みだったんだよね。そうだね、意外にも、うん、今までやったことない、ずっと移動する旅ばっかりやってきた中で、うん、どうでしたか、妻は。まあ、今回なぜ八戸に5日間いたかっていうと、はい、1つ海に入りたいから、そうです。2つ仕事をしないといけないから、はい、で3つちょうどいいWi-Fi 入りの電源ありの RV パークがあった。そうね、うん、だから RV パークありきで俺たちはここを選んだんだよね。そうね、まあ、RV パークと海が一番大きいよね。そうだね、 RV パークと海、サーフィンできる海、うん、でも結果としてさ、なんかほら、八戸ってすごい思ったよりも大きい町だったし、うん、なんか博物館とか美術館とかもすごい良かったし、うん、あと子供たちのプールも良かったし、うん、あと銭湯がこんなにたくさんある街、銭湯がね充実しているっていう。そう、食べ物も美味しかったし、まあ、でもまあ、そのワーケーションっていうのが今回主なる目的でこの5日間滞在してるわけだから、うん、そうするとまあ実生活の延長線上に旅があるみたいなところがあったとしたら、うん、予想以上に、うん、快適だったし、予想以上に
ちゃんとワーケーションができた気がする。あ、できたできた、うん、あとだから八戸にして結果すごい良かったんじゃない。良かったね。で本当にバンライフステーションみたいなね形で RV パークを利用するっていう。そういうわけで青森県八戸市ワーケーション大成功でした。次は八幡平に向かう。Here we go。およそ300メートル。ちょっとね、雲抜けてきたね。よかった。やってまいりました。今までね、340号ってところを走ってきたんですが、こっから国道4号、日光街道って呼ばれるところもあるんですが、ここでは奥州街道ですね。奥州です。安比高原に来ました。そして、やっぱり昼ご飯はどこも入れません。というわけで今日もコンビニ。さあ、またまたコンビニ弁当です。これがトレーラーバンライフの宿命。飲食店に止められない問題。ただね、逆に言うとコンビニがね、どこも大きいの止められるから、かろうじてちゃんとご飯は食べれます。来ました。こちらもまたまた5年ぶりですね。安比高原スキー場です。わ、全然見えない。全く見えない。前来た時もこんな感じだった。いやー、久しぶり、5年ぶり、懐かしいですね、安比スキー場。しかしまるで見えない。周りの山々が。東北思い出巡り、安比高原スキー場でした。妻はスマホばっかりいじって家族のコミュニケーションが取れない。ああ、あれだ。手振ってくれてる。ああ、これだ。ここからだ。よ。こんにちは。お世話になります。お待ちしてました。はるかるよ。はい、千葉から来ました。もう一旦中入っちゃいますか。そうですね。はい。わ、広。わ、広。トイレこれ。ああ、他の方いなくても完全に自由に使えるので、はい、この向こうのこの広いとこどこでも。はい、わかりました。贅沢。到着しました。ヨロキャン八幡台。なんとこの広場全部我が家だけで貸し切っていいそうです。奥には森もあります。さあ、ではスタンバイしてみましょう。広々ですね、すみさん。水道とか使うのはこちらにお願いすると使わせてもらえるそうです。で、トイレはね、ここ簡易トイレ、男子女子一つずつあります。そして僕らのスペース、今日はここ全部貸し切りなんで、好きなところに好きなように止めて好きなように使ってくださいって言われました。まあ一応ね、トイレからそんな遠くない方がいいかなって、この位置にしました。八幡平、松川温泉郷。まっすぐ。まっすぐ。さあ、では、私たちの大好き。あ、入れない。ああ、入れない。下倉スキー場には行きたかったのに、ゲートが閉ざされておりました。そしてここを止まったの。はい、ここでね、チェーンを外しましたね。それではリベンジ、松川温泉へ行ってみたいと思います。リベンジだ。そうだった、この急勾配な上り坂を、真っ白の雪道のこの上り坂をトレーラーを引っ張って上がったんだった。怖かった。さあ、やってきたぞ。私たちはこの温泉に入りたくてトレーラーを引っ張ってここまで来て、そしてスタックしたあの忌まわしき駐車場へいざ向かう。やってきました、小風荘。リベンジですよ、リベンジ。雪のない小風荘くんの
初めて。うん、いい匂いだ。こんにちは、日帰り温泉来ました。お母さん、僕たち家族今年の正月休みに来て、トレーラー引っ張ってきて、そこでスタックしちゃって、覚えてます？で、なんとか自力で脱出して、でね、もう怖いからお風呂入んないでその日下山しちゃったんですよ。なので今日はリベンジで楽しみにしてましたんで、はい、あの時はご迷惑おかけしました。結構岩風呂ってあるよ。どれ？え、岩風呂って何？今やってない。やってないの？そこに、橋の土台っていうか、大きいのが、それも流されたんです。そうなんだ。じゃあ、お風呂もなくなっちゃったってことだ。その岩風呂も。残念ながら、ここ全部。うわ、そんなことあったんだ。これがもしかして、その時のあった。あ、そうです。嘘。ここまで水が入ったの？一度水没してるんだ。貴重なお話ありがとうございました。ですって、小鳥さん、すごく歴史のあるお風呂で、災害も切り抜けたお風呂なんだね。よし、じゃあお風呂入ってきます。あ、岩風呂は昔ここから行けたんだ。あ、これだ。前回は雪で閉ざされてたけど、まさにここに橋があったんだ。すごい、硫黄の匂いが半端ない。よし、すごいぞこの作りは。これで、あ、こっちで行くぞ。松川温泉、今回も最高のお風呂でした。突然やってまいりました、森林ふれあい学習館フォレスト J。 へー、いいよ、やっといで。おー、すごい登り方するなお前。ここはですね、子供たちが木と触れ合いながら森や環境について学べる、そういう施設みたいです。すべてが木でできています。いろんな資料が、あ、マタギについても特集されてますね。それから干ばつが重要であることもここで勉強することができます。職人ですね。さて、母ちゃんがまたまた夜ご飯を仕込んでくれてます。なんと私たちこの度外食してません。夜ご飯してません。全部母ちゃんが作ってくれてます。ありがとう。あ、で、じゃがいも皮むいてくれる？お手伝いをするのはいつも息子です。ハワイは今何やってんの？今夜のディナータイムにやってまいりましたけども、あいにくね、外はもう雨なんですね。ひんやりしてちょうどよかったですね。なわけで鍋やります。真夏の鍋でございます。はい、小鳥さん、お夕食でございますけども、メニューを教えていただけますか？知らない。知らないんかい。はい、 SNS、 母ちゃん、これ大事なの？これ食べよう。ちょっと待って、長い長い、ブー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 、ちょっと待って、食べよう。そうしましょう。はい、じゃあまず何からですか？いいよ、食べな。熱い。ブスなんだ。バカお前、髪の毛ブスだよこれ。ちゃんと可愛くしろよ。俺の娘なんだから。いや、それ何？ハゲてる人に言われた。いや、あれだね母ちゃん。今日ちょっとのんびりでいいね。どのくらいがいいわ。ドライブも2時間だ、済んだし。で、温泉行ったり、森の学校行ったり。
こんな一日もいいよね。暑い。それ触ってみ。あ、おトマト取った。取った。えらい。うん。トマトと玉ねぎがうまい。鍋2ラウンド目はごま豆乳、ごま豆乳鍋でございます。いってみましょう。うまい、豆腐がうまい。今ね、動画見て知りましたが、これだけの広大なスペースを作るために膨大な不法投棄のゴミたちを片付けてオープンされたそうです。いやー、すごい量だった。今はすっかりね、こんな風に広く使えるスペースになってます。今回ね、ここに泊めさせてもらってありがとうございます。貸し切りラッキー。今回のバンライフの一番のトピックス、これ冷凍庫があるので氷を持ち運べるっていうね、これが大革命となっております。すごい。Dude, that father is 10 men proof.